はい、ではですね、古代の土地制度について説明していきたいと思います。これね、すごい大事なんですよ。すべて大事なんだけど、フローチャートまとめているのは特に大事。で、これね、時代ごとにこう区切っていくんじゃなくて、もうね、こうね、縦じゃなくて横で、まとめるのが一番いいと思います。変遷ですね、その、ね、制度のね。ということで、そうね、こう結構スペースあるんで、半分よりちょっと上ぐらいやな。半分よりちょっと上ぐらいで、ちょっと分かりやすく動かす線を引きます。2段にします、2段。いい？そう、こんな感じで。まず上の段いきましょう。古墳時代ね、古墳時代。これ復習ですよ。この表。ね、豪族でしょ。ね、でそこじゃなかったら、王君。こっちを押さえる。豪族は絶対豪族で行かれますから、ね。王君は聞き方が結構あるんですよ。大和朝廷とか中央とか、ね、豪族じゃなかったらこっち。土地と人、ね、個別に支配していた豪族やら王君が。埋めましょう。もうこれは基本です。いいですか？止めて埋めていってください。わからんかったら黒本で調べてください。答えしますよ。豪族の土地は土地やから田んぼがつく。田所。人は部局とかいて、垣部という。いいですか？大きみ、土地。とんくらと書いて、三宅という。人は、なしろ。小しろ。横しろ。しつこい。これ古墳時代、ね、個別に支配しとったけど、こんなんじゃ勝てないと。中国に、あんなでかい中国に。ただでもちっちゃい日本がね、バラバラですからね。そこでどうしたかっていうと、次飛鳥時代、ね、一つにまとまらないじゃん。天皇を中心に一つにまとまろうということで、とにかく、ね、人も土地も全部天皇のものと、ね、個別の支配をやめるということに、ね、これが公地公民ですよ。なんで公地公民宣言したんですか？これは改新の命の理でしょう。一子の変で、そこのイルカを、ね、撃ってですよ。騙し討ちして、大化の改新、公地公民ですね。ね、で飛鳥時代ね、でこう来て、奈良時代にしようか、こうやって。ね、じゃあ飛鳥、この後奈良時代までの大きな流れ、いきますよ。ここにやっていこう。次はこの大宝律令ですよ。ね、国のシステムを整備していくんですね。租用徴増用と、ね、軍役、税をきっちりかっちり、ね、規定していくんですね。ところがこれね、負担が多いんですよ。負担大と。都だけだったら 3% だけど、あとね、要、町、で、これしか都に運ぶ運客、ね、で、軍役があって、増用、たまらんと。そこでどうしたかっていうと、負担逃れ。インチキをし始めるんですね。例えばなんですか、ね、例えば不老逃亡はセットですからね。ね、不老逃亡。勝手に坊さんになる指導層。ね、で、やっぱ議席をね。男を女に偽る。なぜそうするかっていうと、ね、女はそうだけ。楽なんですよ。女の方が負担が少ないからね。はい。ちょうど。したらどうなります？ね、とんずら国士、ね、税払わねえし、財政悪化しますよ。じゃ、ここ書きたいけど、書けないから、なんとかここに書いてください。政府は財政。
こういう流れね。個別に試合してたけど、それやめて、コーチ公認した。しかし、財政悪化。そこで奈良時代入ってどうするかと。ね、まあ、やる気、刺激する3点セットですね。まず、100万兆部の開墾計画。ね、まあ、入る人は横に続けてください。入らんから2段にします、これ。開墾。道具とかそういう食い物を、ね、支給して頑張れっつって、2枚1そこで、はい、もう三税一新、三代に限って、ね、死を認めたろと、うん、でそれがさらにパワーアップしてフォーエバーになるわけですね。根伝永年資材法と743年ついに墾田永年資材法、100万兆部開墾計画、三税一新、そして墾田永年資材法ということね、まあ、大仏作りで負担かけるから、ね、それに対して雨をまいたんですね。死を認めたろと、ね、ここで私有地が生まれるんですね。私有地がこれが荘園です。別荘の庭園ということで、ね、別荘の庭園略して荘園ですけども、はい、最初に生まれた県はこれ初期荘園、歴史用語ね、初期荘園、これ歴史用語です。奈良時代の荘園が初期荘園、これはだからそうかかりますかかりませんね。私有は認めた、墾田永年で、でもなぜ認めたかっていうと、荘を取るためやから荘バリバリかかる、ここ大事ですよ。初期荘園は奈良時代で層かかる、これという中でね、まずね、上の段ね、古墳から飛鳥奈良と、いいですか。では下の段行きましょう。下の段、平安時代突入、そう、ね、こう大体まあこう3分の3分化する感じかな。なんかもうちょっとピアッとしなきゃ、僕は一応入れます。入れなくてもいいですけど、別に。うん、はい、ね。平安時代になりました。ここで出てきたのが、寄進地形障害。さっきは初期障害でしょ。平安になったら寄進地形障害。これ寄進地形障害って一体何ぞやっていうと、ね、政府から許可してもらうんですよ。許可してもらう、ね、政府から許可してもらった荘園を干渉不詳、あるいは国司が許可する件、国面の証拠仕事ね、いい、何を許可するか、何を許可する、ここが大事よね。不輸不入ですよ。政府あるいは国司から不輸不入を許可してもらった荘園を寄進地形荘園って言うんですね。寄進地形荘園、だけ不入っていうのは、不輸はね、不輸貸さない、何を、あ、税をですよ。だからここで免税になった、そうがいらないと、免税いい、何度も言うよ。奈良時代は初期荘園そうかかる、でも平安時代は寄進地形荘園でそうはかからないということですよ。で、まあ、これ以上は書かんけど、ね、この具体的荘園あるかっつうと、ね、この肥後の鹿の子儀、ね、資料のことですよ。ね、坊主が残しとる。ね、紀伊の加世田、ね、これも神語ですからね。ね、当時や神語寺が、ね、このね、この記録残しとるんですよ。中央と。大きな括りが寄進地形荘園、ね。どんなんかっつうと、干渉不詳、国名の不詳。それは何かっつうと、不輸不入を認めてもらった荘園。具体的に残っているのが、ね、熊本肥後の鹿の子儀と紀伊の加世田と、そういう理解してください。そういう理解いいですか。はい、したら税払わなくていいんでしょう。政府財政どうなります。政府は再びここで、ね、
財政悪化したけん収入止めたいんやけど、それで税トランクしたらまた財政悪化するから。もう火を見るより明らかだよね。そこで政府はどうするかっていうと、なんと自分たちで田んぼを耕し始めた。田んぼ、これ直営田と言います。いやまあね、そんなんするより初編なんとかしろって話よね。初編止めろって話だけどね。ああ結局これで一番おいしい思いするのは藤原氏でしょ、ね、そうですよ。藤原氏が自分たちで制度をいじってね、ああ別荘の庭園、これ田んぼじゃなくねって言ってね、で田んぼに税が2割税かかるのおかしくねって言って不意不入でしょ、うん、ね、ちゅうことこんなんも一回おいしい思いしたらね、もう手放しませんよ。そこで政府は税入ってこんから直営田ですよ、ね、政府の高位高官ね、総理大臣とか 大臣とか、ね、国会議員がもう率先して、ね、脱税している状態ですよ、うん、でそこで政府はなんと自分たちで商売し始めたという。ここは太宰府ね、太宰府でこの畿内、ここですね、太宰府と畿内。太宰府は3文字やから3文字の区営田、畿内は2文字やから2文字の関田と、つうことですよ、はい、ね、荘園はもうね、ね、ノンストップですよ。本当もう爆発的に広がってくる、税かからんのやから、ね、で日本の土地がと、ね、もうほぼ荘園なんやけど、国司側も荘園作れるでしょ、ね、いや国司側はこれ荘園になったら税取れませんからねそこで国司側も自分たちの土地をこう囲い込んで自分たちの土地にするということで、もう自分たちの荘園にしてしまうんですよ。ということは簡単に言うと日本中が荘園だらけになるんやけど、一応ここでね、荘園と、まあ、公領とこれに分けて、ね、これ荘園公領制と言います。はい、これを説明していこうと思います、うん、行政こう真ん中で線引くやん、適当ね。要するに一番おいしい思いするのは藤原氏なんですよ。藤原氏が一番おいしい思いする制度、これを荘園公領制という、分けましょう。こっちが左側を荘園、右側を公領。何度も言うけど公領と言ってます、公のね、国有地みたいなもんですよ。でも、ね、国有地という一応勉強に入れとるけど、でも国司の私有地みたいなもんなんですよだからもう全て荘園なんやけど、一応もうこう聞かれますからね、荘園サイドの言葉と公領サイドの言葉で分けて考えよう、はい、まず荘園サイドですね、持ち主ね、これも歴史上開発領主という、税払いたくないんですよ、うん、ね、なんとかね税払うんでいい方法ねえかなと、そこで藤原氏がまあ持ちかけるんですね。あ、いいこと教えてやろうかっつって、俺藤原氏、ね、すげえぞと、俺干渉不詳できる権利持ってんねんっつって、ね、本当っすかと、あ、俺に土地預けたら税金、ね、なくなるぞと、ね、冬やからね、しかしちょっと事務手数料かかるからなっつって、あ、今まで収穫のね、なん例えば、まあ、4割ぐらい、3、4割取られよったんが、1割で済むようになった。ね、そらそっちの方が収入が増えますよ。はい、ということで、藤原氏に土地を預けたい、預けたい。ね、まあ、しかし、いきなりは無理や、パンピーが藤原氏なんで、ね。僕らパンピーがいきなりね、総理大臣とか無理でしょ。だから、まずワンクッション置いて、中小貴族。ね、ここで言ったら、例えば、こう北九州市長とかね。福岡県知事に一回お預けする、ね、これを寄進って言うんですよ。寄進、ね、ただ北九州市長、福岡県知事レベルだったら総理大臣会ったことあるかもしれません。少なくともね、僕らパンピよりは ね可能性は、ね、高まるよね。そこでそこから、はい、こう寄進すると、
こう騎士ね。でその土地は藤原氏のものになるんですよ、名義がね。ちゅうことはもうオートマチックにこの不輸不入ですよ、ね、免税になったちゅうこと。ああ最初に騎士受けた人たち中小貴族、ね、ああこれを領家と言います。これ歴史用語。最初に寄進受けた人たちを領家、最終的に寄進受けた藤原氏、あるいはこのまあ第一者の場合もあるけども、これ本家という、はい、ということで日本中から土地が集まる藤原氏のもとに。でも藤原氏が全て管理するわけにはいかんから、どうなるかというと、元の開発領主ね、元の持ち主でしょ、彼らが所有者から管理人になる。管理人に所有権は藤原氏ですからね、管理人と。この管理人の名称は4つあるからそれを押さえなきゃ、4つとも。まず荘園の役人ということで荘官1つ、次2つ目藤原氏から土地を預かっているということで預かりどころ、ね、さらに公文、下士、4つあるんですよ、うんね、まあ、これ4つ押さえなきゃいけません。召喚、預かりどころ、公文、下士、つうことで管理人の名称で、実際彼ら管理人、まあ、事務員みたいなものね、耕す人も多いよ、ね、耕す人、ね、実際工作する人、耕す人、これをね、たとと言います。これな、点を忘れず、この点を忘れず、はい、ちゅうこと。これが荘園サイドの動きですね、うん、じゃあ公領サイドの動き見ていきましょうか、うん、まあ国司なんです。国司人気高まると、中央はね藤原氏がもうね牛耳ってますからね、都はね、うん、都じゃ出世できんけん、もう地方ですよ。にわかにこの地方人気高まる、地方の長官は国司でしょう、うん、ちょっと競争率上がるんですよ。そこでね、どうするかっちゅうと賄賂を払う。この賄賂を上皇という、成功と書いて上皇、この額に応じて藤原氏から、はい、任命される、ね、人事発表、地目で任命される証拠ですよ。で国司になれたんですよ、念願のね。またこれ2パターンあってですね、2パターンあってやっぱめんどくせえと、ね、そこでお、まあ、代わり行ってこいやつって木台を派遣する方、これ容認と言います。ちょん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 ね、ちょんちょん、あと勘書いて信用容認、大半がこのパターンなんですけどね。自分は都をてぬくぬくして代わりに行って、ねしこたまこうね、あの、なんていうかね、この儲けを上げてですよ、ね、自分たちのねね、収入をこいつらにね、ね、あ、なんちゅう、うん、自分の代わりにしっかり絞り上げてこいやってことですよ、うん、しかしやっぱりね、相当情報して、ね、先行投資してますからね、やっぱ任せられへんと、こんなに、ね、自ら行くやつだけど、自ら行くと、自らよ、これをずるよって言うんですよ。自ら認知に赴くね、ということはどういうことかって、やっぱり強欲よ、人に任せられんからね、強欲で自分自らの手でひたすらこのね現地のね人たちからこのね絞り上げていくと。ああこの有名な2人ね、藤原の元明尾張国軍事百姓ら下訴えられた、ね、クビになりますけどね。ねで頭領は倒れるところ土つかめと名言を残した陳忠、藤原の元明陳忠ですよ、ちゅうこと、はい、でまあ共にどっちにしろ都からやってきたわけ、地元のことはよくわからないですね。そこで、まあ、地元の人たちね雇って事務員ですよ、事務員、ね、役所の国衙ですからね、県庁はね、都道府県庁は。そこで働く事務員は地元の在庁幹事、いうことなんです。でこの他とは両方につく、両とにかく耕す人、耕す人、
ね、やけ荘園も公領も結局高さないといけないからね。はい、ということでこうまとめてください。とにかく荘園サイドなんか公領サイドなんか、ここなんですよ、ここなんです。あの自分で言うもないけどね、これ以上のまとめ方はないと思いますよ、ないと思う、うん、ということで、で最後、はい、これが今院政期になっていくとね、地方むちゃくちゃですよ、むちゃくちゃでしょ、むちゃくちゃ、あ、ね、制度、地方制度が変わっていく。はい、4つなんですよ、4つ。まず1つ目、国司の役割。どうなるか。今までは、やけ、まあ、県知事やからね、ね、治安維持してですよ。でね、苦情を、ね、受け付けて、ね、ですよ、まあ、法律とか作って、ね、で、その中の一環で税を集めようったんやけど、ね、もういいと。今まで行政一般やったけど、ね、もう税のみと。徴税請負い、この請負いっていう言葉がね、よく出てくるんですよ。ここ請負いっていうのは要するにやるってことですよ。徴税を行うってこと、もう単純に考えて、単純に、行政一般からも税のみ、オンリー税に変わった。1つ目、次2つ目、税の対象。今まで租用徴増用、これは何に課せられるかっていうと、人間に課せられるんですよ、人間に、人、ね、ところがさっきあったでしょ、まあこの流れですよ、平野だったらもっとひどくなる、この不老逃亡が把握できないんですよ、人あっち行ったりこっち行ったりして、ね、ならどうするか、動かないものに課そうと、ね、人は動くけど、そう、土地は動かない、土地に課税するとちゅうことですよ、人から土地になる。で、この課税対象となった土地を、こう妙、妙伝。こうなっちゃない。妙なんですよ。まあ、どっちでもいい。田んぼは書いても書かなくてもいいところ、妙。ということ。租税対象となった土地を妙と。土地、そこの土地の名前ってことやろ。うん。ね、やっぱその土地の名前。名字になっていくんですよ。いい。ということ。はい。次、3つ目ですね。3つ目はね、あの税の名称変わるんですよ、税の名称が。でこれがね、荘園側と公領側で同じなんですよ、同じなんです、ものは。でも聞き方が変わると、でそれが出るんですよ、試験に、うん、やけもう覚えるしかない。荘園側の言葉はね、いい、今まで租用徴増用やったよね、と荘園側、そう、これがね、年貢になる、ね、年貢、税金やろ、江戸時代でも出てくる、ね、年口言葉ね、そうなんです。荘園サイドのその名称、年貢に変わる。で、用徴、これが久慈に変わる、公のこととか言って久慈で、増用、これが部役に変わる。夫の役とかで部役。荘園サイド、祖が年貢、幼長、九字で、増用が部役と、うん、ね。じゃあ、公領側はどうなるのかっていうと。だけあ、これはね、祖幼長セットで。これを貫物、貫だからほら、やっぱ公領地漢字やん、なんとなく貫物、貫物。増用は入るかな、これが臨時増薬と、3つ目ね、税の名称変わる。荘園サイドと公領サイドで違うんですよ。物は一緒なんですよ。物は一緒なんやけどね。名称変わる。で、それが出る。以上、終わりです。
そういうこと。ラスト、地方のね、単位が変わるんですよ。単位。それまでは、ほら、国司軍事理長ね、国軍理やったでしょ。ね、これが、国、軍、ここまでは一緒なんだけど、ね、国とその下に軍があって、ね、で軍と並列で軍合補、まあこれ実態がどうだったのかによく分かってないんですよ。でもこれも聞かれるんですよ。一方の4変化ね、4変化4つ変わるね。国司の役割が行政一般から税、租税対象人から土地、名田で、税のネーミングが変わる。荘園サイド、公領サイド、分けない件。行政単位の名称変わる。4変化。ということで、はい。いいですか、はあ、こういう流れね。まあ、もともと天、個別やった。個別に支配してたけど、天皇のものにした全部。それを藤原氏がね、ああだこうだ言って、悪知恵を働かして奪っていったと。いうことですよ。ね、はい。だからこれ、まあ、むちゃくちゃなるんですね、地方がね。藤原氏は、ね、自分のものにするのはいいけどね、治安維持責任か放棄しますからね。むちゃくちゃです。あちこちでバトルロワイヤルや。ね、だから、これあかんちことで武士が出てくる。次はその武士が土地を、ね、奪っていく。ちゅう流れですよ。いいですか。はい。では、ノーカットでやりましたよ。ノンストップでね。これをしっかり覚えてください。終わります。